せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、アンド、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、アンド、シックス、セブン、エイト。ということで、おはようございます。今日のテーマは、部屋で静かにスタイリッシュにです。じゃあ、大切なポイントを解説していきます。まず一つ目、この L フォームと言いますが、左手で十字に切っている時に胸をしっかりと上げましょう。この時はね、今日はスタイリッシュテーマなんで足踏みはなしでいきましょう。じゃあ二つ目はこのクラップの時に足を出して、で左手でノックする時、ペーシングを出す時に足を閉じます。 OK。 さあ、じゃあラスト3つ目です。3つ目はこれはソウルではカウボーイみたいな動きに似ていますが、まさにカウボーイが持っているような縄をイメージして内側に一周巻いて、そして自分の首の近くで肘を曲げます。腰は前、上半身は横にひねります。で最後ね、このステップの時にね、勢いづいてしまってどしどし言わないように、ここもスタイリッシュにいきましょう。 OK。 さあ、それじゃあ実践編へゴー。